スノーマン・佐久間大輔仕事終わりに一人で上野動物園へ白熊、そう、ストラトツーショット。スノーマン・佐久間大輔が、自身の X、w i t t e r を更新。一人で動物園に行ったことを報告した。佐久間は、今日、仕事終わりで上野動物園行ってきた。白熊さん、とコメント。 黒いバケットハットにメガネとマスクという姿の佐久間と、ガラス越しの白熊のツーショットを公開した。さらに、ゾウさんという投稿では素顔でゾウと写真撮影、虎がビッグニャンコすぎて可愛かったわという投稿では、複数の虎単体のショットと、遠くの虎を示す佐久間の写真を公開している。 コメント欄には、白熊さんも可愛いけどサっクんも可愛いよ、え、可愛い。サクマ君、本当に動物とるの上手ですね。お天気も良くて、大介君の遠足、って感じで和む、などの反響が寄せられている。